福岡市天神の複合商業施設イムズが再開発計画に伴い昨日で閉館し、市民に愛された32年の歴史に幕を下ろしました。夜8時の閉館時間を迎えるイムズには最後に立ち会おうと多くの人が訪れました。イムズは1989年、ショッピングや飲食店だけでなく、コンサートや落語、展示会もできるホール、4階には車のショールームなど、それまでの天神にはなかった一つのビルに多様なテナントが入った複合商業施設として開館しました。閉館は福岡市の大規模再開発事業天神ビッグバンに伴うもので、建て替えが決まっています。思い出は友達とランチしたりとか待ち合わせしたりとかですね。建物自体がなくなるのはちょっと寂しいですね。やっぱり寂しいですよ。またなんかね、同じような感じでできたらいいな。イムズはまあ終わってしまいますけど、あの天神の町全体にですね、これイムズがあのお客様と交流してきた32年間という、あのそのイズムがですね、あのつながっていくといいなという思いでおります。たくさんの人が閉館セレモニーで32年間天神の中心で市民を楽しませてくれたイムズに別れを惜しみ、外では夏の夜空に浮かぶ黄金色のタイルが張り巡らされた姿を目に焼き付けていました。